2024年3月14日歌舞伎町最高レベルのイケメンホストが在籍。ホスト業界絶対王者グループダンディ内でもトップクラスの実力人気を誇る天空の大宮殿キャンディの10周年を祝う周年祭が開催された。10年もの歴史思いが込められた周年祭に密着。シャンパンタワーを行うにあたってこの方々キャンディ幹部陣から10年の思いが語られた。はい、僕はね、今日10周年というこの記念すべき日に代表として、迎えることができました。本当にありがとうございます。僕自身は3年前の8周年で、代表を就任させていただいて、すごくこう涙ながらの思いでこの10周年というものに取り組んできているつもりだと思います。それについてきてくれているキャンディのキャストであったりとか、キャンディをいつも支えてくれているクリスの方であったりとか、グループランディの運営方々、そして今日も来ていただいたキャンディを作ってきていただいた皆様のおかげで、この今日という10周年という日を迎えさせていただきました。本当にありがとうございます。やっぱりこうやって携わっていただいた、支えていただいた方々への感謝が、それを何で返せるかとしたら僕らの成長、そしてこれからの未来への発展を残すこと、僕はこれを胸に10周年頑張っていこうと思ってます。僕ら10周年大きな旋風を巻き起こすつもりでやっていきますので、これからも僕は笑顔は取り柄なんですけど、一人一人たくさん会ってくれてる方々が10周年の日にさらに笑顔になれるようなお店を作っていこうと思ってます。一緒に笑顔になっていきましょう。キャンディーをこれからもどうかどうかよろしくお願いいたします。僕らは本当に幸せです。キャンディー最高ありがとうございます。代表のねお言葉の素晴らしさをね、今震えてケンという男を一番に。キャストが一丸となり歩んできたキャンディーの歴史と思いが熱く受け継がれている。そしていよいよ、ただいまより10周年記念タワーの時刻となります。タワーをしていただく姫様方、心の準備、動画の準備よろしくお願いいたします。これぞホスト史上最多16人の奥越えホストを最速で輩出したレベチなキャンディー。9期豪華絢爛、きらびやかないでたちで最高潮の盛り上がりに。
一つすごく強く思ったのは、なんか積み上げてきたものが報われたなって思う瞬間が非常に多い一営業日だったなって僕は思いました。こうずっとこう支えてくれた、作ってきてくれた人が来てくれたに始まり、やっぱり10周年を迎えるにあたってこれだけ大勢の姫様方がご来店してくれたりとか、こうやって組数入った中でも、まあ、営業としてこう成立させられたっていうところに関しては、やっぱり今のねこうキャンディの力を物語るような周年になったんじゃないかなと僕は思います。その後も鳴り止まぬシャンパンコール、店全体が10周年を祝い盛り上げ続けた。歴代最高の周年祭が幕を閉じた。そうですね、なんか自分自身が3年間何をしたとかっていうのは正直僕の中ではあんまりなくて、でもいろんな血が混ざって反応が起きて、で結果的にこの10周年を迎えられたって言った時に、キャンディーしてこれがめっちゃ強いってなるんですよ。で俺なんか自分がそこに導いたとかっていう自信は僕は正直なくて、でもその思いを買ってくれた子たちが集まってるから結局そうなる。いろんなこう色が混ざりながら成功できた瞬間、感慨深かったですね。やっぱり商売人としてベースで暗い人間にはお金使いたくないでしょうっていうのは、僕のこう鍵をかけない言葉で言ったらそうやと思うんですけど、色って言うとしたら明るくとか笑顔でとかポジティブに前向きにとか、それがこの3年でちょっと浸透してくれて、みんなこうホストに対して真剣に考える、笑顔で接しよう、明るくいなきゃいけないんだっていうのを、そういう人間が必然に集まってくれたのかもしれんけど、多分それが浸透してきてくれたのかなと思って、僕はすごく今日幸せな一日だと思ってました。10周年の歴史の中、3代目代表として華やかな色と輝きにより、キャンディーの存在感をさらに強固なものとした慶吾代表。キャンディーさんの10周年を迎えたことによる展望みたいなもの、代表として。はい、まあ展望っていろいろこう今まで語らせてもらったと思うんですけど、今食いたいものって何ですかって言ったら、キャブシュのホストクラブ全然の中の一番なんですよ。それは世論を決めると思うんですよ。だから僕らはひたむきに一人一人の女の子が笑顔にして、一人一人のキャストがレベルアップして、その先になるっていうので、俺はもう夢のここまで来てると思ってるんですよ。だから、キャンディーはもう整ってます。そんなキャストの志が高い人間がいっぱいいると思ってるので、僕はこの10周年で歌舞伎町にゲストを残してるんで、はい。10周年だから、手がけですからね。10周年の今年は、歌舞伎町で一番のホストクラブ。さらには歌舞伎町に伝説を残すというでかい目標を掲げた。前人未到の記録を塗り替え続けるホストクラブキャンディ、さらなる飛躍に期待が高まる。風林会館最上階、天空の大宮殿、数々の記録を打ち立て、グループダンディの絶対的存在を確立したキャンディ。グルダン史上最大となる圧巻のスケールが今、歌舞伎町で異彩を放つ。キャンディ100人を超える豪華キャストが作り出す夢のシンデレラストーリー。主役はもちろんあなたです。